けを阻止するため行動を開始したケンシロウたち。だがしかし、剣王の恐怖による支配はすでに各地に広がりつつあった。ケンシロウは再びこの世界に光をよみがえらせる救世主となり得るのだろうか。ケンとレイは食料を探しに行ったわ。大丈夫ですか？大丈夫だ。ありがとう。それにしても、あなたはユリアによく似ている。え？私とそんなに似ているというユリアさん、どんな人？ユリアさんって人は。私がこの世でただ一人愛した女性だ。ケン、そしてあのラオウも。ユリアは私たちの青春だった。そしてあの時からケンシロウとラオウは戦う運命にあったのかもしれんな。北斗七星の横に寄り添うように光る星、その名を視聴星。あの星が見える者にはその年のうちに死が訪れるというが、こうしてそれを見つめる時が来ようとは。叶わないな。ユリアさんを知る男性は全てユリアさんに。でもいいんだ。私はあの星で、あの北斗七星の横でひっそりと光っているあの小さな星で。マミヤさん、あなたにはあの星が見えるのか？ええ、はっきりと。ちょっと歩いてきます。ケンたちが帰ってきてるかもしれないから。なんということだ。あの人にも見えるのか、あの星が。誰そこにいるのは？見つけたぞ。お前はケンシロウ一味のマミヤだな。俺は剣王偵察隊のシーカー。お前たちの首を持って帰れば剣王様もさぞやお喜びになるだろう。そうはいかないわ。すぐ殺してしまうにはもったいないの。俺が相手だ。この女をいたぶるのはお前を殺してからにしよう。ヒャッハ、殺してやる。死ぬのはお前だ。待ってよ。
ギュッギュッパー！つえー！最初に忠告はしておいた。おとなしく地獄に落ちろ。じゃあ俺は死んで？死んでいる。死にたくねえよ。死にと。もうすでにここまで剣王の手が。剣、レイは？レイは愛梨と子供たちのいる村へ。剣王進行隊が村へ向かっているかもしれんのだ。レイ、今日は北斗七星がよく見える。その脇で輝く小さな星までも先を急ごう。トキさんが。大丈夫だ、少し疲れただけ。ケン、あそこに家があるわ。少し休ませてもらいましょう。そうだな。すいません、どなたがいませんか？誰もいないのかしら。はい、どなたかな。どうなされた、旅のお方。あの水を一杯いただけたらと。ああ、いいですとも、そこで休んでいなされ。ありがとう、おばあちゃん。いいんですよ。さあ、お疲れになったじゃろ。さあ、お上がんなされ。ばあさん、その水飲んでみろ。私はさっき飲んだばかりで。いいから飲んでみろ。ちょっとケン、そんな。エコ、どうした、なぜ飲めん？ケン、お前のようなババアがいるか。剣王の手下だ。そうだろうよ。その首、剣王様に差し出してやるわ。年寄りは大事にせんとな。俺が地獄に送ってやる。Woo!
化けるなら牛にでも化けるんだったな。ババーの、ババーバババラオウの部下だったのね。もしやラオウの団体が村に向かって。もしそうだとしたらレイが危ない。ケン、先に行って。レイにはアイリさんという弱点が。分かっている。剣に会うまでは。バット、どうした？何があった？レイ、村が剣王振興隊という連中に。何？早くリーやアイリさんが。もう一匹残ってましたぜ。ガキか。子供といえど剣王様に忠誠を誓ってもらおう。剣王様の紋章を自らその体に焼き付けるのだ。もし嫌だと言うなら、あの鉄板の上で黒焦げになるまで踊ってもらうことになるが。ひどい。なんてひどいことを。さあどうする？誓いません。あなたたちのような悪魔には絶対従いません。何？自分から？面白いガキだぜ。お嬢さん、手を貸してあげようか？おい。なんだ？人の皮をかぶった悪魔め。何を？一瞬。あがー！ん？あれはなんと水長剣。レイ、しっかりし。レイ、アイリさんは無事よ。心配しないで。あれ、どうしたんだろう。安心したら涙が。自分よりもアイリのことを心配すると。しかし、気丈なようでもまだ子供。それをこんな目に。許さねえ。てめえらの血は何色だ！